率直に言うと裕福じゃなかったんですよ。中3で実家が差し押さえに食らったんですよ。勉強しないと親みたいになるんじゃないかと思った。あ、じゃあ俺も兄弟。結構ハードな高校生活やったんですよ。3時間睡眠とか、ずっと E 判定なんですよね、兄弟。滑り止めは受けない。で、浪人する費用もないですよ。数学って初日ですからね。お金稼いでみるか。100万、200万ぐらいの月収、オンラインでダントツ1位ってところになって。始めましょう。こちらのチャンネルですが、吉村さんにおいでいただきまして、はい、よろしくお願いします。これちょっと生い立ちを聞いていこうかな、はい、何でもいけますよ、はい、もうどういう風に生まれ育って来たのかをちょっと聞きたいと思います、まあ、出身は大阪で、はい、まあ、1996年ですね、うん、まあ、平成生まれで今26歳なんですけど、96年、小室ファミリーとかがすごかった頃ですかね。じゃあ何ですかね、わからないんですけど、はい、ギリギリ Z 世代って呼ばれるんですよ。で、まあ、その大阪府大阪市、まあ、市内ですね、に生まれまして、市内やけど、まあ、ちょっと田舎っぽいところで育ちました。で、家が率直に言うと裕福じゃなかったんですよ。まあ、母親が専業主婦 で、うん、で父親が働いてたんですけど、うん、身内間でごたごたがあるというか、はいはいはい、父親方の母親の方がすごい借金をする人 で、 で僕の母親、要はその姑関係にあるんですね、うん、嫁姑、ここでもういびられまくって、持ってた時計も質入れさせられるし、みたいなとか、でも挙句の果てに連帯保証人にされてとかで、中3で実家が差し押さえに食らったんですよ。うおー、すげえ。多分2億か3億。はいはいはい。で、この前行ったらもう車も手放してましたけど。はいはい。っていうので、まあ、今2人全然生活できてて、普通にまあご飯食べてるんですけど、うん、中学3年生の僕にとっては衝撃で。ですよね。みたいな。一戸建て出ていかなあかんってことあるんやみたいな。はいはいはい、で、友達らに引っ越したって言ったら、え、なんでみたいな。一戸建てやったよみたいな。で、まあまあ、みたいなんで、まあごまかしつつ、ちょっとそこで僕もやっぱりね、勉強しないと、親みたいになるんじゃないかと思ったんですよ。うん、おぉ、なるほど、なるほど。まあ短絡的な考えなんですけど、うん、当時親は二人とも高卒、うん、母親は商業高校卒、で父親がまあ大学中退で、その時の何も知らない僕からしたら、はい、まあ勉強頑張ってこなかったから、大学出れなくてこうなったんだって思ったんですよね、当時は、はいはい、いや、これ差別で言ってるとかでもなくて、うん、当時のもう子供の僕は、うん、なんでちょっと勉強頑張ろう、うん、っていうので当時からそこそこできてた勉強を本気で頑張り出したんですよ、高校受験で。で、大阪の進学校に入って、うん、天王寺高校っていう大阪府立天王寺高校の有名です、文理学科っていうのがもうできた年ですね、はいはいはい、に入って、で、まあ、そこ行ってで、大阪一大、今でいう公立大に行くみたいなルートを立ててたんですよ。地元なんですよ、大阪一大、杉本町っていうところが。で、母親もまあそこ行って、あんたは公務員になるか大企業に入って、安定した生活をつかみ取るんやでじゃないんですけど、親ながらの思いがあって、うん。全然違いますけどね、今ね。そう、今全然違うんですけど、うん、親なりなそういうのがあって。だから、まあ小6の卒業式とかの時でもなんかも言ってたらしいんですよ。天王寺高校に行って、大阪一律大学に行きますみたいな。うんうんうん、ただ天王寺ってまあ今最近ちょっと下がってますけど、うん、当時やっぱり北野と争うぐらいの京大合格者数みたいな、はいはいね、クラスの半分以上が京大を目指すみたいな、うんうんうん、えってなって、あ、じゃあ俺も京大みたいな。で、そこでまあそんな軽くないんですけど、うんうん、周りのモチベーションとか志望大学っていうのに引っ張られて京大にシフトチェンジしたっていうのが高2ぐらいですかね。おー、なるほど。で、まあその間もまあ部活動もしながらだったんで結構ハードな高校生活やったんですよ、うん、そうだったんですね。野球部の朝練が朝6時集合とかで校舎周り掃除してバッティングして、あ、掃除もするんですね。早朝からカキーンって言ってるんで、はいはい、高級だから一応ちょっと地域貢献みたいな。なるほどなるほど。早朝からうるさいわ、ね、あ、そうそう、なんで掃除してますみたいな、はいはい、だからそれと進学校の勉強との両立なんで、うん、マジで3時間睡眠とか、長くて4てんちゃんみたいな。もう気絶ですよ、ベッドに入ると、はいはい、だから1時ぐらいにこうして、あ、え、朝、まあ、みたいな、一瞬目つぶっただけじゃねみたいな、はあはあ、え、5時みたいなっていうのを2年半ですね、引退までなんで。わ、それでも授業中寝てるみたいな。だね、その僕高校まで授業中寝たことないんですよ。へえ、そうなのね。まあ大学入ってからはもう無理ってなったんですけど、はあ、なんかまあまあ部活動の先生に怒られるっていうのもあるんですけど、なんかもう怒られることが嫌やったのかわかんないですけど、うん、もう絶対寝なかった。めっちゃ大変じゃないですか、もう体もボロボロになる。大変でしたよ、もう。だから電車とかも5分6分の電車でも寝てましたからね、はあはあ、絶対起きるしちゃんと、へえっていう生活をしながら
やってたんで、うん、ずっと E 判定なんですよね、兄弟の高学部が。なるほど。ただまあ野球部もほんと進学校なんですけど、土日も一日中試合で遠征やし、あテスト前は他の部活がいない分練習できるねっていう考え方、で6時5分最終下校とかっていう校則もあるんですけど、はいはい、野球部はなんかたまに延長しても許されるみたいな、夜長くやってるわけ、はい、っていうまあ揉まれて揉まれて、で高3の引退 E 判定、うん、え、でもその時部活終わり勉強してたんですか？まあ、まあでも学校の課題とかで精一杯でしたね。やっぱ数学めっちゃ解かないといけないとか、うん、読書ノートとかもあったんで、はいはいはい、英語も文法書のデュアルスコープの例文を覚えてくみたいな、はいはいはい、とかね、まあほぼ課題をこなすプラスアルファちょっと自分でやる。じゃあ成績は悪くはない？そうですね、360人中だいたい560とかには入れて、まあ、定期テストですけど、うん、ただ苦手な数学を解答できないまま部活を引退する、うん、でそっからがまあもう死に物狂いでやったわけですよ、うん、お金がないんで私立行けない、行けないのに受ける意味ないよねって言って、うんうん、滑り止めは受けない、で浪人する費用もない、はいはい、まあするとしても宅浪ですね。家はもう変わってるんですよね。はい、家はもう賃貸マンションです、うんうん、お金のことでよく親も喧嘩してたんで、あんまり家で勉強できるような環境でもないと、うん、でも京大には行きたい、うん、っていうので動画でも言ったみたいに逆算して、うん、なんとかギリギリ京都大学合格、排水の陣やからこそできたのかなっていうのはありますね、うんうんうん、すごいな。でもこれ見てる人はちょっと早い早い早いって、今京都大学いきなり合格しちゃったよってね。しましたね。何してたんそこってなると思いますけど。それこそね、あの塾に行くお金がなかった分、はい、真剣ゼミさんのテキストとかやってたんですよ。あ、はいはい。なんですけど、まあその中学校の時も高校の時も、まあ自分で逆算して勉強の計画立ててっていうのがもう幼少期から当たり前とか、小学校の時から当たり前すぎて、うんうん、当然のようにやってたんですよね。うまくいかなかったやり方変える、参考書変えてみる、うんうん、いろんな人の意見聞くとか、で逆算して思考でいつまでにこうじゃないと間に合わないよねみたいなの自分で勝手に考えてやってて、うんうんうん、でもギリギリでしたけど、数学がだから当日ちょっと足って、ああ言ってましたね、国語がでもできた分、あそうです、国語と英語と理科のおかげで、え、理科は何選ぶんですか？物価ですね、あ、まあ、物理科学で大体7割ぐらい京大の個別試験であったんで、はいはい、結構まあ平均よりは高い方やったと思いますね、うんうんうん、当然センターだと社会もやったわけじゃないですか、はい、あそうです、日本史でしたね僕は、まあ、地理にしたらよかったと思ったんですけど、日本史まあでも9割ぐらい取りましたよ、おおすごい、詰め込んだんですか？まあ詰め込みましたね、最後に2ヶ月ぐらいで、だってもう英語もできたわけじゃないですか。あそうです、英語はなんか高2の終わりの時点での京大過去問とかでも半分ぐらい取れてたんですよ、だから結構可能性はあって、だもうあと数学だけっていうのを最後の方まで押し切って、で最後過去問取れたんですよ、4巻って言われる、6問中4問、はいはいはい、まあ、大体3問解けたら工学部受かるって言われてるんですけど、それが4巻とか5巻とかできて、おー俺来たと思って本番行ったらなんか0か1みたいな、怖っ、それもう、いや怖いですよ、終わったって思いましたもん、で抑えもね、あないですないって、うわすごいな、数学って初日ですからね、いやちょっとね、どっかでフーミンの上位互換とかって言おうと思ってたんですけど全然違う状況確かに同い年ですかね、確かあの人多分同い年だと思います、ポイズンさんも同い年です、北の高校から、そうですそうですそうです、あじゃあそうですね、だからポイズンの同級生がフーミンの横に住んでたんで、あそうなんや、同じアパートそうです、だから本当に、まあ、同学年ですね、まあ、私は学部卒で終わりましたけど、あ学部卒、そうです、院は辞めたんで、あそっか、ポイズンが修士で学部と、はい、コーサチェラーです、で向こうは高卒中退喋ったことないですけど高卒ですね、ああそういう感じだったんですね、でまあその京大入ってから、そうそれこそ安定志向が変わったんですよ、はいはいはい、まあ、私的にはもう排水の陣でそれこそ自分でもう全部逆算してやって、うんうん、で大学も全部奨学金で行ったわけですから、覚悟が違うと、うん、他にいてる京大生たちがすごいなんかぬるかったんですよね、うんうん、まあもう京大行ったから OK でしょ、あとは人生の夏休み4年間6年間過ごして大手企業行こうぜみたいなのがちょっとポイズンみたいなやつですねまあ1回ぐらいしか会ってないんであんま言えないですけどそう、それでちょっと僕なりにはもうやっとしたんで、うん、しかもあんまり理系の研究とかがもう合わなかったんですよ、はいはい、やっぱ好きでやってる子たち、うん、しかも僕よりも頭いいっていう子に勝てるわけがないんで、でまあちょっとお金稼いでみるかっていうので個人でビジネスを始めたのが20歳頃ですね、すごい、ここでね、まあ、営業をやってたんですね、まあ、営業もやったりで受験のまあ勉強法みたいなのを販売したり、うん、まあ、家庭教師オンラインでもやってましたし、はい、結構アフィリエイトとかもいろいろやってましたね、個人だったんで、一、うんうんうん、人でも100万200万ぐらいの月収を得たんですよね、うんうんうん、その大学4回生
生とかの時ぐらいに。で、まあ、ちょうど飲酒のタイミングも被ってたんで、一応、まあ、飲酒勉強しながら自分で仕事する。うんうんうん、で、なんとかギリギリ受かったんで、うん、まあ、院に行って、研究っていうものを見てから将来決めよう。なるほど。で、行ったら、ちょっと僕程度じゃ無理だったんですよ。活躍するには。はんはんはん。やっぱだってもう世の中にまだないものを発見していく作業ですから。ね、でしかもそれで金銭的なリターンとかも、うん、まあ名誉欲しいわけじゃないですけど、うんうん、本当に知的好奇心だけで行くような世界なんで、はいはいでね、ちょっと欲深い自分には合わなかったっていうので、うん、もう大学院は中退して、うん、で、会社一社やって、で、うん、で今のポラリスも作ってっていう、それがもうだって1年目からバーンっていったわけですよね。いや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 、先輩方にはいつもお世話になってるんで、そうなんですか。いやもう常にすごいんですよって松原さん言ってましたからね。ポラリスはすごいんですよ。確かに、まあ最初も連絡返してくださいましたからね、松原さんが、まあ、オンライン塾のトップっすよ。ドカーンと言って、はい、もう2年目ですか。え、まあ会社としては2期目で、まあ、サービスはだからもう3年前からありますね、はい、なるほど。ほとんどの塾を抜いたわけじゃないですか。いやいやいや、あ、まあ、まあオンライン何やあいつはってなりますよ。まあでも本当に、はい、オンラインでダントツ1位ってところになって、はい、でまあもっとオンライン塾の選択肢広まってもいいですし、うんうん、まあうちが校舎出してもいいですし、なるほど、あくまでスケール路線大きくする路線ではあるんで、そこはまあ目指していきたいですね。いやいいじゃないですか、これでね、もう名前もどん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 知られていってます。いやまあ良し悪しだなと思いますけど、良くも悪くも、はい、良くも悪くもね、知っていただいてるんで、うん、また一気にドンと大きくなる。いや頑張りますよ。見て、いつかアメリカ移住とかしてくんねえかな。流行ってますからね。あ、ドバイとかいそう。あ、ドバイ、ファイヤーしてドバイですか。ドバイとか。あ、でもずっとやってそうですけどね、仕事。そうなんですね、はい、シンガポールとかだったらね、時差なしでできる、ね、あ、まあ確かにそうですね、1時間でっていうのがね、多いですから。多いですね。そうなってる未来は見えないんですけど、まあまあ ね、 あ、でも、はい、日本にいる未来なんですね。そうですね、海外で仕事、教育でやっていきたさがあるんで、まあ、あんまり海外でっていうところまで見えてないんですよね、うん、あ、なるほど。まあわかんないですけどね、5年後とかどうなってるか。全然もうドバイで暴露すって言いながら俺がまさかのそっち系に森鉄ってやつはなみたいな。実はなあんなこと言うときながらみたいな。その時はもうためらいなくきっと笑って大丈夫なんで。じゃあまあ一応日本でポラリスアカデミアをこう、はい、まあそうですね、で教育業界盛り上げたいなと思っております。あ、なるほど。ぜひ吉本さん期待してですね、あ、チャンネルも貼ってありますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、はい、今夜は吉本さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。センター何点だったんですか。風味みたいな。まあ9割弱8割5分ぐらいですね、トータル。すごい、やっぱりさすが。まあでもあれですよ、工学部は理科数学が入んないんで、一応受けるだけで点数ゼロなんで、なるほど。